イギリスで開催されている気候変動に関する国際会議 COP26 に合わせ、日本の若者らが政府に石炭火力の早期廃止などを訴えました。東京新宿駅前には、気候危機や脱石炭と書かれたプラカードを持つ人など50人ほどが集まり、気候変動の影響が強まる途上国への連帯を呼びかけるスピーチなどが行われました。開催中の COP26 に合わせて、世界同日に開催された石炭火力の早期廃止を求める訴えの一環だということです。これ以上の豊かさはいらないと思います。なのでこの気候変動は僕たちの世代で最後にしたい。僕たちの子供の世代にはもうこの問題を引き継いでほしくないので、今若者が行動するべきだと思っています。若者らによる訴えは、東京のほか札幌や仙台、福岡、鹿児島など全国およそ20カ所で行われました。